わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれており、今回は免疫機能を利用した治療薬を多くの患者さんが使えるよう開発に取り組む研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学薬学部薬学科、大栗貴俊准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？はい、私は安価で機能を高めた抗体薬品を開発するということを目的に研究をしています。抗体薬はがんやリウマチなどの難治性疾患に高い効果を発揮しています。その抗体薬品の強みは特異性が高いということです。鍵と鍵穴の関係のように、狙った分子のある部分にだけピタッと結合して作用することができます。基本的に他には作用しないので副作用が軽減できます。がんを例に挙げますと、抗がん剤というのはがん細胞がどんどん増えていくのを抑えるために、DNA などに作用してダメージを与えるのですが、抗がん剤はがん細胞だけでなく正常な細胞にも作用してしまうので強い副作用が現れてしまいます。一方、抗体薬品はがん細胞特有の分子を標的とするので、がん細胞のみに作用し正常な細胞へのダメージが抑えられます。抗体薬品は人の体内で作られるタンパク質を医薬品に応用したものであり、生産コストが高く価格が非常に高いという問題点があります。私はこの問題点を解決し、より多くの患者さんが使えるようになればいいと思っています。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ？抗体は大きなタンパク質で、哺乳類の細胞を使って特別な設備のもと作られています。抗体分子の先端部分で作用しているのですが、抗体分子のその部分だけを取り出しても機能が発揮できることが知られています。この抗体断片部分を微生物である酵母菌を使って安く大量に作るという研究に取り組んでいます。具体的には、抗体断片の遺伝子を酵母へ導入して、その遺伝子をもとに酵母にタンパク質である抗体断片を作らせています。酵母はフラスコ内で簡単に大量に増えてくれるので、そこから抗体断片を生成していきます。でさらに抗体遺伝子を改変することで、より向上させた抗体薬品を作り出そうとしています。その一つとして、抗体はタンパク質なので熱に弱い性質を持つので、より熱に強いものにすることを目指しています。これまで遺伝子改変によりある部分のアミノ酸を変えたところ、構造が壊れる温度というものを5度上昇させることに成功しています。例えばなんですけど、100度でも壊れないようなそういう抗体断片ができれば、ものすごいこう長持ちしますし、やっぱり安く作るというのを目指しているので、その分熱に強いと長持ちするということは、やはり価格も抑えられると、そういうのを目指しています。その他にも、抗体には凝集してしまうという性質があるのですが、それを抑えるということにも成功しています。このように機能の高いものを作ることも行っています。大栗教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？抗体薬品は非常に優れた分子ですが、高いというのがやはり問題です。抗体断片が医薬品として応用できれば、生産コストが抑えられ、薬の価格というものを抑えられる可能性が出てきます。そうすれば医療費を抑え、多くの患者さんが治療を受けるようになるのではないかと期待しています。また現在では、抗体薬品に抗がん剤をハイブリッドさせたタイプのものが次世代の医薬品として開発されています。私は抗体断片に優れた抗がん作用を持つ分子をハイブリッドさせたものを作り、治療効果の高い薬を開発したいと考えています。崇城大学薬学部薬学科の活躍がますます楽しみじゃ。